富山県第2区は1947年から1993年までの衆議院議員総選挙で執行された選挙区である。定員は3。区域は現行の富山県第3区と同じである。4。群名はいずれも1993年の中選挙区制廃止時のもの。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数376,029人、投票率80.89%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数366,488人、投票率84.58%第38回衆議院議員、 総選挙7月6日、執行当日有権者数、35万9739人、投票率 85.、85.84%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、35万6490人、投票率 74.、74.88%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数、35万738人、投票率 83.、83.70%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、34万8354人、投票率 80.、80.23%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、 執行当日有権者数、34万2701人、投票率 70.、70.57%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、33万2154人、投票率 83.、83.66%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 32万1313 13人、投票率 78.、78.30%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数29、297。777人投票率 82.、82.08%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 293,281人、投票率72.34%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数286,220人、投票率82.55%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数2 8百6 7 4人、投票率 82.89%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数27万1532人、投票率78.71%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数26万6178人。 投票率 73.、73.74%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、27万4245人。投票率 79.、79.53%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、25万6556人。投票率。 81.81% 81第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数256,261人、投票率73.90%。ありがとうございます。